どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さん、コメント、高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価押していってください。さあ、では今回は合宿からやっていきましょう。さあ、ハリさん選ばれてます。ハリさん、流し打ち、あ、流し打ち、狙いたいならあれか。あ、でも徳田で来る可能性あるのが、意外と素振りを置いておいてよかった説があったな。ま、っていうところから、まあ、あえての、パワヒを、パワヒ降格にしていく。まず。まず、ハリさん、パワヒ降格にしていく。うわぁ、来ないか。まあまあまあ、そう簡単には来ないでしょう。さあ、小平、そして小松原が選ばれていますね。はい。まあもう、その辺に威圧感とか、つけつつかな。小松原、威圧感行きましょう。うおー、来た！来た！小松原威圧感来た！やばい。やばいな。いきなり威圧感来ましたね。いや、小松原威圧感来たな。やばいな、それは。小松原威圧感、おお、これ打順がすごいことになっていくぜ。ちょうどここでいいか。あ、ダメだな。小松原ということは、パワー飛行格威圧感だから、沖山6番か。まあ、大沢の方が本来6番っぽいけど、まだ打撃能力はそんな上がってないんで、まあ、今のところじゃあ沖山を上げて、はい。こうなるかなと。威圧感打線じゃん、これで。3、5、7と威圧感持ってますね。すげえ。ナイスだな、素晴らしいな。これナイスすぎる。ナイスミドルですね。やっていきましょう。いやー、すげえな。いきなり来ましたね。さあ、川瀬、沖山。川瀬、沖山。沖山ですね、これは。沖山、流し打ちでいいんじゃない？もう、阿部日持ってますし。狙いましょう。流し打ち狙いましょう。沖山にな、沖山カット打ち。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、いいでしょう。お、カオセも何気にカット打ちと。はい。さあ、ハリさん、流し打ちはもうないよね。多分、流し打ち取れるのはないけど、まあ、その他いいものを。あんまないな。梅谷、不愛ゆ。ローボールカット打ち、インコースヒッター。インコースヒッター、まあまあ、でもインコースヒッターもついてもいいか。広角持ってるから、これでもう、引っ張り系もカード上がるよ、みたいな、そんな感じになるね、ついたら。まあ、ムード守備職人よりはそっちの方がいいかなと思うので、カット打ち、イブシギン、カット打ち、ローボールヒッター、インコースヒッター。こっちだな。ハリさん、ここ。ハリさん、一個ついて、一個ついて。よし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 、イブシギンも悪くないでしょ。イブシギンも実際悪くないでしょ。いや、来てるなぁ、これ。いい合宿だなぁ、普通に。さあ、ガッツ、大沢。ガッツはもう左プラス2とか狙うしかないよね。でも、大沢も選ばれてますよ、と。ここはガッツが渋すぎる。ここもガッツが渋すぎるとなると、もう一択かな。ここですね。ここ行きましょう。あー、まあ、大沢ラインドライブになったら嫌だな、でも。でも、まあ、つかないでしょ、ラインドライブなんて大沢。あ、これダメだ。ガッツもラインドライブの可能性があるんで、ここはやめとこう。となると結構渋いぞ。となると結構渋いじゃないか。となると渋いな。一緒か。一緒か。さあ、ということで。あ、渋かったね。高速チャージ。まあ、渋かったですけれども、最後は。それまでが良かったよ。いや、素晴らしいよ、これは。これは素晴らしい、いろいろと。はい。いや、ハリさんのイブシギンとかも何気にいいと思うんですよね。まあ、アンダ製造機に合わせてというところで。ナイスですね。今、ミルダムで公開生放送もやってますが、お、松井和夫さんがサブスクに登録してくれました。ありがとうございます。素晴らしい合宿になりました。ということで、まあ、本屋も踏んで、ただ、観戦は呼びたいなと思うので、クリスマスに。そこはやっていきましょう。本屋さん。いやー、すげー合宿になったな。
威圧感ってだけでもう素晴らしいんですよね。まあ、根性はアディオスですけれども、もうなんか直上げも狙えそうな、そんな予感がしますよ。超スローボール、ナイス。直上げ来た、やばかったね。ということでクリスマス前までは進みましょう。野球マスあるけど、クリスマス1、2、3、4、5、あの野球マスは基本無視かな。ということでちょっと観戦を呼んできます。さあということで観戦呼んできましたので、クリスマス行きましょう。ここはもうしっかりと練習効果アップ引きたい。よしよし、ナイスですね、ナイスですね。さあ行きましょう。これで徳田総合練習をやっていくと半端ないと。この練習で半端なくなりますと、チームが。いや、これもう普通にこの2回の練習で甲子園の試合丸何試合分効果、練習効果あるんだというところですね。はい、雨よけ雪よけは使っておりますので。いや、やばい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 よ、これこれやばいよ、これやばいよ。これ2回できますからね。もう甲子園丸1回分以上のこれで育成になります。いや、これはえぐい、これはえぐいと、えぐいでーっていう感じですね。えぐいでーやっていきましょう。うお、もう一回感染来たからなんか取っておきたいみたいな気持ちになっちゃうじゃないの。でも無視していく。さあ総合練習、まああの野球マスはね残念ですがちょっと無視しましょう。5マス先にちょうどあればねよかったんですけどね。さあ総合練習、体力があることを確認していきましょう。でまだ新入生スカウトもありますからね。いや、クリスマス観戦はもうちょっとほんと異常の強さですね、これは。さあさあさあ、ということでタザキッチもだいぶ肩が強くなってきましたね。素晴らしいですね。はい、で小松原はまあ、もうちょっとパワー上げとくか。パワー A にしたら肩、まあ、甲子園で肩を上げていくような感じでしょうかな。この辺の弾道はなんかうまいタイミングで上げていきたいですね。はい、さあということで頑張っていきましょう。今回セカンドとして、まあ守備だな、やっぱセカンドですからね。はい、いや、沖山の勝力もだいぶ上がってきたし、やっぱハリさんの打撃はあれだな、もうちょっと抑えておいてもよかったまであるな、こういうクリスマスとか引いていくなら。82-3で止めたんですけどね、 B の後半ぐらいで止めても完走いけるかもしれない、もしかしたら。これえぐいっす、これえぐいっす、いやこれえぐいっす、やっぱ総合練習えぐいっす。いや、なんじゃこりゃ。パワープロ2020は弾道に経験値が入らなくなっちゃったんですよね。打撃練習で弾道にちょっとずつ経験点入ってたあの仕組みすごい良かったんですけどね。アイテムをくれ、アイテムを。ということで行きましょう、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。何やってんだ、何しきちゃ下げちゃってんの。まあその本屋には泊まりたい、まあならず者に泊まってもいい、目の前の。
まあじゃあ、すべて最小にしちゃって。ならず者に止まっちゃいましょうか。さあ行きましょう。で、新入生スカウト。前回新潟県にいいキャッチャーがいて、それをしっかり呼んだので、ピッチャーゼロのところですね。天才ピッチャー呼んでるんで。で、キャッチャーってことは呼んだってことは、キャッチャー5人とかいらない。4人とかいらない。3人とかいらないって言い出したら、行くとこ、まあまあじゃあ和歌山県ぐらい行きましょうか。うん、このレベルではうちではレギュラー取れないね。さあ行きます。いらない本ばっかりくれるね。新入生スカウト。和歌山まで行った。よし、岡山いいね。岡山いいよ。おいおい、やばいよ。これ、全国大会準優勝のキャッチャー呼んでるんですよ。で、全国大会出場のめっちゃ強い天才ピッチャー。で、全国大会準優勝のファースト。はい、いやー。田所、次の世代もこれは期待できる、そんな感じがなんかしますね。これは次の世代も期待していける。行きましょう。で、もう一人なんか呼んだ気がするんで、4人、もうだから十分ではあるな、正直。もう次の世代の強さで考えていった時には十分ではありますね。さあ、あの野球マス。さあ、あの野球マス、大切。で、赤とこ多いんで、プロ野球選手は止まっておきましょう。まあ、これはあんま大きいのはいかなくていいぞ。うん、沖山ですね。いやー、でも、ここに、流し打ちは欲しい。うわ、流し打ちないか。となると、となると、威圧感行くしかねえ。まあ、仕方ない。いや、ネモさん、早くアディオスになってほしいんだよな。まあ、ガッツサードとか、来年のことは、まあ、いろいろとね、また回せるでしょうから、はい、来年、まあ、新入生入ってきてから考えたらいいかなとは思いますね。結構進みたいけど、まあ仕方ないな。ということで、ここをこうしてポジティブシンキングしちゃって、おむすび使っちゃって、とりあえず31いきますね。これか。さあ、ここの練習指示をして、小松原もうちょっと走力上げてもいいかなとか思ったり思わなかったり、まあラジバンダリーはしますけどね。はい、小平とかもこのここでもし記者来たらやばいぞ。小向井守備。パワー、パワー。総力。ちょっと待てよ。パワーでいいか、総力でいいか。しっかり考えつついきましょう。ハリさんは甲子園で一気に補給を上げようかなと思っているので。来ないか。ちょっと。もう一回。一回レギュラー陣を今考え直したいなっていうのは思っていて、今ミルダムで公開生放送しながらやってたら、小松原1番説もね、あーでも1番威圧感にして9番にかけたら、結局あれか、9番バッターって
あの野手にしたとしても1番バッター2番バッターあたりと比べて、まあ平均1打席は回ってこない、ほぼ1打席近く回ってこなくなるので、9番に威圧感かけるのはもったいないかとなると、やっぱり今の3、うん、でも2、4、6で置くっていうのもありだからな。だから小松原2番にして、4番ガッツ、6番なめかわっていうのもありなんですよね。ちょっとそのパターンで考えてみると、まあガッツ4番復帰、6番になめかわが入ると。そしたらもうハリさんは絶対に3番バッター。で、1番はそのまま小向井。5番っぽい選手がいないな。まあ、田崎になるんですけど。まあ、将来的にこの大沢あたりがね、育つと5番っぽいですけどね。いやー、まあ、このパターンもあるけど、個人的には元の打順の方がなんとなく好きかな。やっぱガッツとナメカワが並んでる感じとか、まあハリさんがなんだかんだめちゃめちゃ打つので、まあハリさんの4番っていうのも、やっぱりいいですし、このパターンもあるんだよな。ただ、どうでしょう。ナメカワ6はさすがにもったいないなっていうコメントが今、ミルダムにもあったりして、僕もそう思うんですよね。なんかしっくりこないな、これ。小松原1番パターンだとこう、3番ガッツ、5番なめかわ、4番ハリさん。まあ、これだと、上位にめちゃめちゃ強い選手が並ぶっていう、そういう良さはありますね。2番に田崎。うわ、上位はめっちゃ強くなるな、これ、6番。で、9番にあえて大沢を置く。まあ、パワー非降格で威圧感かかるんで、みたいな。うわ、上位が強くなるみたいな、この、いやー、そういうロマンはあるね、これ。でもやっぱりなんか元が一番スッキリするな、この元の打順が。ということでこれでいきましょう。はい、まあそんな感じで、まあ今回ね、合宿でもクリスマスでもかなり良くなりますので引き続き頑張っていきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。